はいはい、おはようございます。今日はもう今更ですけど、僕が乗ってるドラッグスター400についてお話をしていこうかと思います。まあ言わずと知れたアメリカンバイクの日本版ですよね。ただね、もう現行車はなくて、今は中古でしか手に入りません。で、今現行で入る日本の和製アメリカンバイクはヤマハだとボルト、ホンダだと今めちゃくちゃ人気ありますけどレブル、あとは川崎のバルカンですかね。まあそちらが今現行で入手ができると思うんですが、まあ日本製アメリカンバイクだとドラッグスターがね、今でもまだ大人気だと思うんですよ。この、ドラッグスター、どんな方が買われてるのかっていうと、いろいろと聞きましたけど、女性の方が多いらしいです。将来ハーレーに乗りたいからドラッグスターを買う人が多いよと聞きました。ドラスタ400、普通二輪免許で乗れますし、大型免許を保有してる人はドラスタの1100があるんですよ。ドラスタの11なんて言われてますけど、ドラスタの11は全然人気がなくて、やっぱりねドラスタの400の方が人気が高い。僕もドラスタを買うんだったら、はっきり言って1100はおすすめしません。 400cc の方がいいです。まあ、1100はね、ぶっちゃけで言うと、ドラスタの400よりもね、安いんですよ。2008年の最終モデルでも、60万円切るぐらいの金額で売ってると思います。片やドラスタの400は、程度のいいものになると、それこそ100万超えてきますんで、全然違うんですよね、価格が。じゃあ、ドラスタの11の方がいいじゃねえかって思うけど、最終モデルですらもう14年経ってますよね。日本のバイクは故障しないんで、そこのアドバンテージはありますが、ハーレーも、まあ、14年、5年落ちてると、それこそ80万、90万から手に入るのではないでしょうかね、程度のいいものが。まあ、それで買えるのに、あえてドラスタの11を選ぶメリットって何があるのっていうと、まあ、そのドラスタの11がマジで大好きな人、ね、僕が前試乗したヘリテージクラシックにね、雰囲気が似てるので、あの雰囲気が好きだけど、さすがにヘリテージクラシックの新車とか中古車は高いんで、ちょっと価格的に手が出ないなー、だったらドラスタの11でいいかなーって人は、いいかもしれませんね。ただね、将来、やっぱりハーレーに乗りたいよって人は、僕はむしろね、ドラスタの400をね、買っていただいた方がね、いいと思います。ドラスタの400をね、おすすめする理由です。ドラスタの1100を買ってしまうと、やはり、こんなに大きなバイクを買うんだったら、ハーレーを買えばよかったかなって思うと思うんです。大型の魅力ってやっぱり加速力なんですよね。いきなり、大型乗って、ハーレーに買い替えても、走りの面で感動は皆無だと思います。あ、こんなもんかなと思ってしまうので、やっぱり走りの面で感動を得たいのなら、僕はね、400cc はね、絶対おすすめだと思うんですよね。400cc で運転に慣れて、ハーレーに買い替えてもらうと、ハーレーの加速感とか感動していただければいいんじゃないかなと思います。じゃあここで一つドラスタで特記すべきことをお見せしようかと思います。このドラスタはめちゃくちゃ取り回しがね、いいんですよ。こう見えて。いや、このカーブは、よくね、曲がらない曲がらないって言われてるじゃないですか。今からね、こう直角のね、90度のカーブを2回曲がりますね。まあ僕普通にね、はい、右回り、こうヒューッね。ちょっと今、ちょっと失敗しちゃったけど、で、左回り、ちょっとガードレールギリギリいけるかな。こう左回り、こうね、今ステップすりましたけど。まあこんな感じでね、曲がれるんですよ。なので曲がりにくいバイクではないですよね。むしろね、非常に曲がりやすい部類のバイクだと思います。ただもちろんですよ、そのスポーツバイクみたいにガンガンにバンクさせまくって曲がるようなバイクじゃないんで、そこを求めちゃいけませんよね。普通にツーリングで山道走るぐらいだったら、ノーマルだったら全然曲がりますので、そこは問題ないと思います。スピードはね、出ないですよ。高速道路で100キロで走るのがいっぱいいっぱいですけども、街乗りだったら逆に全然扱いやすいんですよ。僕ね、通勤で使ってるんですよ。まあ当然今みたいにね、こう渋滞しますけど、この渋滞とかも全然余裕っすよね。重さ230キロあるんですけど、重心がすごい低いので軽いんですよ。で、女性の方でも問題なく扱えると思います。車高のね、 CB400 で、講習される方がほとんどだと思うんですけども、はい、全然問題なく扱えると思います。僕の奥さんがここが疑問だったよってところをね、ちょっと言われたんですけど、ハーレーほどではないにしても、フォワードコントロールといって、前側にコントロールのペダルがあるんですけども、これが扱いにくいのではないかと。大丈夫なのかな、そこが初心者は一番心配だよって言ってましたけど、はい、これはね、全く問題ないです。
もう楽ですね。あのハーレーはね、もっとずっと前の、本当足を投げ出さなくちゃいけないぐらい前にあるので、いきなり初心者が乗るには敷居が高いかなと思いますけども、ドラスターは本当考えられてるバイクなんで、フォワードコントロールとはいえど自然な体勢でね、ギアチェンジができるんで、そこは心配ないです。多少は違うので、ポジションが戸惑うことはありますけど、すぐ慣れますね。もう一つの疑問で、ドラスターを乗りまくると逆に今度はミッドコントロールのバイクに乗りにくくなってしまうのではないかと思われるかもしれませんが、はい、それは全くね問題ないです。なので安心してドラスターに乗ってください。ドラスタの素晴らしいところは、古いバイクなのに壊れない。ほんと壊れないです。僕これ買ってから約ね8000キロぐらい乗ったんですよ。本当にもう毎日毎日ね乗りまくってますよ。雨の日も乗ってますし、ガンガン壊れんですね。エンジンのパッキンが劣化してて、それは交換しました。まあさすがに僕のバイク2004年式なんで、もう18年かな経ってんの。そりゃパッキン系は劣化しますよね。まあそれは仕方ないかなと。もうそれはもう経年劣化で仕方ないんですけど、他のなんか不具合あるかっていうとないですね。さすがにこの時期はね、かかりが悪いんで、できればインジェクションモデルを買った方がいいんですけども、まあ、インジェクションモデルはね人気があって高いんで、まあ、キャブモデルの僕が乗ってるようなね2004年式あたりを値段でもらえれば、まあ、60万円切るぐらいの価格で入手ができると思うんで、ただね弾がねだいぶ少ないんで、欲しい方はね早めにゲットしないとねやばいかもしれませんけどね。で、あともう一ついいところが、めちゃくちゃ売れたバイクなんですよ。めちゃくちゃ売れたバイクってことは、故障した時にパーツがいろいろとあるんです。やっぱりその単品で、まあ、タンクだったりフェンダーだったりエンジンですら、1万円とかで入手できるんですよ。でエンジンは乗せ替えちゃうと構造変更しなくちゃいけないんでね、いろいろと面倒なんですけども、まあ、最悪エンジンが壊れてもエンジンですら格安で入手ができると、そんなバイクになっておりますので、故障しても長く乗れるバイクじゃねえかな。希少な旧車買っちゃうともう壊れた時点でアウトっていうのがあるので、それはねないんですよ、古くても。まあ、そこもね直帰するべき事項かなと思います。型が新しくなってくるとね、またね結構かっこいいっていうかね、まあ、かなり程度のいいのがねあるんですよ。高いですけど、もうこの程度のいいドラスタはめちゃくちゃいいっすからね。今僕もねこうドラスタ400を乗っていながら、程度のいいドラスタ400を見ると欲しいなと思っちゃうんですよ。もうかっこいい、これ欲しいとかね思っちゃうんすよね。まあ、それほどなんか魅力があるバイクなんです。まあ、不思議ですよね。僕はやっぱこういうバイクが根本的に好きなのかなって思っちゃってますけど、いやドラスタ400ね、いいバイクを買いましたよ僕は。まあちょっとねだいぶ古いんでやれてますけど、まあやれてるけど、まあまあその日本のバイクってなんだかんだ言っていじりやすいんで、何をやってもね壊れんしね、まあいいな。もう電装品なんてねいじりまくったって全く不具合でんすからね。今のバイクなんか電装品なんていじったらもうぶっ壊れちゃいますからね、エラーして、全くないです。全然問題ないし、ほんと楽しいね。この運転ポジションって結構楽なんですよ。一番最高で約600キロ1日で走ったんですが、疲れはあんまなかったよね。夏休みにビーナスライン行って日帰りで帰ってきたんですよ。帰り雨に打たれちゃって大変な思いしたんですが、まあそれでも全然疲れなかったですね。まあでもね、人間ね、どっかで好み変わりますよ。僕も免許取ったばっかの時はハーレーに乗りたかったので、でもいきなりハーレーには乗れないのでこのドラスタを買ったんですが、逆にドラスタで僕はアメリカンバイク満足しちゃいましたね。あ、アメリカンバイクはドラスタでいいやと、もっと違うバイクがいいなと思って、今レトロネイキッドのトライアンフのボンネビル T120 を購入したんですが、そうなっちゃう可能性もありますよね。どこでどう転ぶか分かりませんけど、これはこれでね買って大正解かなと思ってますけど、強いて言うならもうちょっと程度のいい中古車買えばよかったかなとは思ってます。まあやれてますよね、ちょっとやれすぎかなと思って。アルミのサビとかも行き過ぎてますしね。まあでもね、でも全くほぼ故障ゼロなんで、維持費なんて故障しないからかからないですよ。オイル交換ぐらい、まあ安いもんですよ。まあそこはさすが国産バイクかなと思いますよね。18年前のバイクなのに全く壊れんってすごいですよね。ほんと壊れないですもんね。なかなかですよ、なかなか。